アイカツフォトオンステージ始まるよ。はい、というわけでフォトカツおじさんだよ。みんな集まれ、フォトカツの時間だよ。はい、というわけで、現在ミラクル WM 後半が、絶賛開催中でございます。で、今日はアイドル活動伝説級リベンジの兼ねいきたいと思います。ちなみにね、言うの忘れてた、待って、フォトバインダーで見せた方がいいな。フォトバインダーで見せた前回、ひなきちゃんが出たんだけども、はい、で、リサッペ出た、リサッペ出たんですよ。リサッペが3枚ぐらい出たんですけど、ののっちとジュリちゃんが全く出ない、全然出ない、本当に。まあ、なので、まあ、伝説級でリベンジをしつつ、まあ、ののっちとジュリちゃんを変えようって思います。いきます。さあ、ユニットは、このユニットでいきます。全部スーパーレアで、まあ、1、2、3にルミナスを入れているので、3つ目のスペシャルアピールでしっかり出してスコアを S メダルをね取っていこうという、まあ多分ねいけますよ。あ、もうフルコンいけますから、フルコンいっちゃう。さあ行きましょう。大変だ。音がずれてる。やばい。やばい。踏ん張った。あー、キラキラに輝いてたよ。スペシャルアピール出せなかった。でもフルコン出ちゃう、うん、いやー厳しかったね。さあスコメドルは S 取った。さあここで、ここでジュリちゃん、ジュリちゃん来たよ、ジュリちゃん来た。いや、まあやっぱりののっちゃ来なかったけどね。はい、というわけで、はい、アイドル活動伝説級にリベンジしてジュリちゃんを手に入れることができました。それではまた次回、バイバイ。